この星型なんで、これで通って、不見でこんなのがないと取れない。あれ閉まってねえじゃん。一番初めの時ここあれこれか、このネジが一本なくなってて、メーカーによってなんでかドアが高さがなんか合わねえなと思って、ああネジがなかったという。力づく、よいしょ、本当にこれでいいんだかな、あえなんでこっち違うんだろう、こいつのここの黒がミラーの角度変え、こっちが葛藤なんで、あれこれどうして取るんだ、よいしょ、あ、取れた、あ、ちょっと逆にしちゃうの、ほんとにこれでいいや、で右ドアと作る、左ドアで作るの違う、でっか、せーの、よいしょ、切るかだけど、ミラーが動かねえじゃねえか、あ、これか、動いた動いた、で倒れない倒れない、向こうも倒れない、窓は明るい、窓は動く動く、なんだこれ、あ、ロックロック解除、オッケーです。倒したいときに、こんな、こう、通常ここでまでいかんけんのが、このくらいで、中途半端なところで止まったりするんで、いっそのことで、円を切って、畳めないようにしたんだけど、ここ、これが、室外の温度センサーみたいで、それまで縁が切れちゃったって、これから直します。ここの温度が出てる、これがとミラーの倒れと温度のやつなんで、これのあれ多分そうだな、紫と灰色の円を切ればいいの、これ2本だな、あ、こっちやっちゃうか、後でやるときやったらあのカプラ作ってつなげばいいんで、もう配線ぶち切ります、これ焦っと
配線切ります。このくらいだったらつなげると、あとでもつなげられ赤い糸は切れないんだ。ここのとか出ました。